そうした環境放射能の値を周辺の広い地域にわたって丹念に調べる。調査が続けられること1年余り。昭和40年12月、調査所は福島原子力建設準備事務所へと発展した。しかし四季にわたって行われる基礎調査は依然として続けられていく。雪の日も雨の日も休むことを知らない地味な観測と調査。たゆみない作業の積み重ねがやがて輝かしい未来を作り上げることになる。調査の一日が暮れる。しかし未来への創造意欲に燃える人々の努力は続く。新しいエネルギー源による発電所の建設のために、仕事を終えた人たちの団々のひととき。工事着工の日が近づくにつれて、建設に必要な調査が進められる。巨大な防波堤や各種の重量建造物の工事には膨大な量の石材が使われるため、岩山の地質調査が行われた。そしてその石材を運ぶための道路調査。工事着工を控えて安全審査委員が訪れ、原子力発電所の安全性を綿密に審査した。再び訪れた夏。昇る太陽を待つ大地に輝かしい建設の朝が来る。2年間にわたる地層、地質、海床、気象、その他原子力発電所の建設に必要なあらゆる調査が終わった。そして敷地の造成が開始され、発電所建設の第一歩を踏み出した。最新式の土木機械を縦横に駆使して、台地が20メートルも削り取られていく。敷地造成が急ピッチで進められていく一方、採石も始まった。
和42年1月、準備事務所は福島原子力建設所へと大きく前進し、建設に必要な各種の施設も整った。建設が進むにつれて、地元の人たちも工事に参加する。荒涼とした大地は一変し、建設が進む。大量の石材採取。輸送道路も完成し、続々と石材が現地に向かう。原子力発電所の建設は、この地方一帯の地域開発にも大きく役立つに違いない。建設のための施設が次々とできてゆき、ここにも地元の人たちの働く姿が見られる。大自然に挑む防波堤の造成工事。敷地造成の終わった昭和42年4月、発電所建屋の起工式が行われた。工事が本格化するに従って、原子炉などの発注先であるアメリカの GE 社との間に緊密な打ち合わせが絶えず行われた。防波堤の工事は順調に進む。電所の敷地はさらに14メートル掘り下げられていく。新しいエネルギー源による東京電力福島原子力発電所、出力40万キロワット、昭和45年10月完成を目指して。の建設を足がかりとして限りない創造への夢は広がる。そして人間の計り知れない英知は
輝かしい次なる文明の段階へとつながり、今ここに一つの偉大な建設が成し遂げられようとしている。